皆さんこんにちは、今日はねマーボー8ビット一人ぷらり旅ということで、久々に一人でね、移動してます。今着いたのが、ハードオフなんですけど、久々にハードオフに来ました。これが、水戸、インター、水戸南インター店ですね。まあ欅台にあるところなんですけど、久々にね、なんかいいのがあるかなと思いまして来てみました。できます。こういうね、画像修正機とかあるんですね。昔の VHS とか綺麗になるのかな、これね。一応、まあ、ジャンクコーナーに来たんですけど、プレステ3とかね、PSP、こういう、UMD とかもね、ありますね。ね、もうプレステ4とかも、こうやってジャンクであるんですね。プレステ2。スーパーファミコン、ファミコン、スーパースターフォースが切れたかな。こんな感じですね。これもね、いつも来るとあるんですよね。トミーのパーキングのタワーナンバー、りょうさんが欲しかったっていう、このやつとかね、ナンバールームの初めてっていうね、パッケージがあるよね。これゴレンジャー、ルパンもまだ売れずに残っています。これね、桃太郎伝説のプラモデルも欲しいんですけど、ちょっと高いんですよね。何も買えなかったんで、ドクターペッパーでも飲んで、ちょっとね、頭をすっきりさせようかな。久しぶりにドクター飲むな。はい、またハードオフ来ました。このハードオフはロックシティとかにあるハードオフです。茨城町にありますね。じゃあちょっとリベンジでまた行ってきます。ここのハードオフはね、ショッピングモールの中にあるハードオフです。来ました、ジャンクコーナーに来ました。ここの、ジャンクコーナー常に並んでますね。これスーパーマリオ、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 量産地になったピッチングマシンありますね。1100円です。このケースですね、これ。これ買おうかな。一応ね、買ってきましたけど、またね、買わなくてもいいような余計なもん見つけて買いました。これですね、これとあともう一つバルーンファイトのやつ、これね、違ったです。あとこれですね、マリオブラザーズ。これGBA、ゲームボーイアドバンスのね、ソフトを入れるケースですね。ただのケースで300円で2つで600円、いい値段ですよね。吉野家は普通に食べれてますからね。と言いながらこういうの買ってしまうっていうね、本当ね、どうしようもない。はい、場所を変えて、ワンダーグーのワンダーレックスの県庁のところですね。水戸県庁のところにある、ところに来ました。ちょっとね、今日あんまり買えてないんで、もうちょっとね、粘ってね、買い物してみたいと思います。ここのファミコンはこんな感じですね。持ってんのばっかだからな。これカプセルステーションの何分かの1のやつ、3580円。いいな、これちょっと高いな。大井争奪戦のね、コンビニ人形のやつがあります、4980円。はい、4店舗目、まだワンダーレックスの、今度はね、赤塚店ですね。さっきの店舗では何も買えなかったんですけど、ちょっとね、やっぱ日曜日で混んでるしね、なかなか難しいですよね。荒らされちゃっててね。これね、久々にね、カジコムさんのね CD 聴いてますけど、もう最高っすね。もうめっちゃもうリスペクトです。最高です。ジャンクコーナーに来ました。結構ね、やっぱ荒らされてる感じがしますよね。すごいですよこれ、売るから。これ見てください、これ歌ってる人たちの感じがもうね、やばい。よく見るとね、1990年とかであります、売るからね。これ渋いな。はい、買ってきました。まずはね、
ビータのマインクラフト300円。ちなみに自分ビータ持ってないんですけど、まあ、でも300円安いなと思って。もう一個はこちらですね、 3DS のソフト、進撃の巨人、これも300円で売ってたんですけど、これずっとね見かけてもね1000円以上とか、結構980円とかね高いイメージがあったんで、値段落ち着いたなと思って買いました。こんな感じです。ね、買い物も疲れたんでね、水戸から、城里町に来ました。城里町にある、ホルナの湯ですね。ちょっとね疲れたんでゆっくり、温泉に浸かってきます。ここがホルナの湯ですね。これフクロウがいます、ね、森の中に囲まれた、ね、温泉施設です。あ、疲れた。4時以降はね510円で入れます。111番、はい、こちらがね男湯になってます。ちょっとね一風呂入っています。はい、いい湯でした。ね、お風呂上がったらね、ちょっとゲームコーナー寄ってみますか。ガチャガチャ、こんな感じですね。こんな感じであります。小さい子が喜びそうなね感じのゲームが多いかな。トントトンとかねありますね。ホッケーなんかもあります。こんな感じでゲームコーナーがあります。こちらにはねレトロのねポップコーンの自動販売機があります。そのレトロですね。でこっち行くとパチンコとかスロットもあります。これ家帰ってねお酒飲みたいと思います。ピカ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 ー。ね、今日っていうか今日は父の日でね、今ね息子に肩を叩いてもらってます。それで、家に帰ってきたのでこのね、戦利品を眺めながら、ビールを飲みたいと思います。それでは、チャンネル登録よろしくねー。